皆さんこんにちは、だるま屋6代目です。ちょっとマスク取りますか。今日はコロナの、ね、影響でどのお店も大変な状況ではあるんですけど、うちとしてもね、結構やっぱまあ予想していた通りというか、仕事が少なくて、さてどうしたもんかなというお話です。やっぱりね、対策というか、どうやってお店をね続けていけるかっていう考えると、郵送でね仕事を受けるのをもう増やすしかないですね。今までもホームページを僕は12年前ぐらいに作って、それから郵送のお客さん増えてきてはいるんですけど、まだ今全体の1割から2割ぐらいなんですね。で、これから先を考えたら、コロナがね、今回の緊急事態宣言が解除された後も、画期的なワクチンとか治療薬ができない限りは、ゆるゆると自粛していきますよね。って考えると、今までのようと同じ商売のやり方で、売り上げを伸ばしたり、維持したりっていうことは、かなり厳しいだろうなと思っていて、で、じゃあ、どうするかと。どの商売もそうだと思うんですけど、やっぱり仕事をお願いしてる関係者の方とか、仕入れ先とかとの関係もあって、なかなかね、みんなに今まで仕事をこう頼んできた人にね、もう出せませんってわけにも、あんまり簡単には言いたくないなっていうのが、あるよなと。暗い話をしててもしょうがないので、僕としては、これは、一つのきっかけとして、遠方とかね、やっぱりちょっと足を運びづらいっていう方に、郵送で仕事を送ってもらうっていうのを、拡充していくしかないなと。生き残るためにはもうそれしか思いつかないので、それに、しばらく全力でやっていこうと思っております。なので、今ね、これを見ていただいている方も結構厳しい状況にいる方も多いと思いますし、なかなかね、僕らだけね、なんて言えばいいのかな、無理なお願いをするのもあれなんですけど、着物のね、お手入れとか仕立て直しとかをこうやろうと思ってたけどまだやれてないんだよなっていう方、いらっしゃるとは思うんですよ。で、まさに今このタイミングで仕事を送ってほしいなと。本当に、洗い針1枚でもいいですし、仕立て直し1枚でも、何でもいい、構わないので、相談だけでもいいですね。今まで例えばこのチャンネル見てくれた方とか、この動画を未来から遡って見ていただいた方でもいいんですけど、できるなら、1枚でも2枚でもいいので仕事の、依頼をいただきたいなと思っております。郵送のね、強化ってことで、これから YouTube とかね、ウェブ系を中心にいろいろとやっていこうと思っていますが、それとちょっとまた別にちょっとマスクの話うちのお客様の一人が、これね、うちのオリジナルの手拭いをね、昔作った絵、今も在庫であるんですけど、こういう手拭いを、作って展示会とかでこう配ってたんですよ。このうちの、このだるまキャラクターなんですけどね。この鉢巻きしてるのがうちの親父で、こうメガネかけてる、これね、これは俺でとかね、あるんですけど、これをね、こう配ったお客様の一人が、こうマスクにしてね、この間2、3日前に持ってきてくれたんですよ。で、それを見たうちの、従業員の一人が、私も作ってみましたって言って作ってくれたのがこれ。こんな感じなんですね。で、切る場所によってね、デザインがいろいろと、これうちのおっちゃん。こう変わるんですけど、これとかね。これいいな。で、このマスクを、困ってる方に、困ってる方というか、
まあ、販売もしようかなとは思ってはいるんですけど、まあ、郵送で送仕事を送ってくれた方、まあ、郵送じゃなくてもいいんですけど、こうプレゼントというかお礼というかっていう形で、これからちょっとマスクを作って、お渡ししていきたいなと思っております。まあ、役に立てるのか分かんないし、別に私いらないのにっていう方もいるかもしれないんですけど、まあ、もしまあなんていうのかな、足りている方は、まあ、近所で困っている方に渡すとかね。はい、で、まあ、これから先もね、しばらくずっとコロナとね、もう共に生きていくことになるとは思うので、うん、って考えると、まあね、少しでもできることがしたいなっていうことと、まあ、正直ちょっと和裁、まあ、僕のうちのお店でも和裁やってる方、頼んでる人がまあ10人以上いて、まあ、もっといるんですけど、で、まあ、正直仕事減っていってるので、でとはいえね、なんか皆さんというか、みんな生活もあるので、まあ、とりあえず、マスクを塗ってもらおうかなと思っております。まあ全員じゃないんですけど、まあ、今はね、年明けてから受けた仕立て直しの仕事もまだ全然終わってないので、まあ、そっちを塗ってるんですけど、まあ、1人はね、1人か2人まずマスクを、まあ、作るのをちょっとやってもらって、なんとか仕事が出せるようにっていうのもあって、まあ、マスクの提供やっていこうかなと思っております。はい、まあ、もし、まあ、販売するのかな、まあ、販売もしようと思っていますけど、わざわざこう、遠くの人にマスク欲しいって言って送ることまでするかちょっとまだ分かんないんですけどね。まあ、あとどれぐらい作れるかも正直ちょっと分からなくて、まあ、マスクのね、在庫はね、まあ、結構マスクってか、ワテぬぐいの在庫これいっぱいあるんですけど、まあ、ゴムも品薄だっていう話もあるし、まあ、1日にどれぐらい生産できるのかも分からないし、まあ、正直欲しいっていう人がどれだけいるのかも分からないので、まあ、とはいえね、なんか困ってる人のお手伝いもしたいし、それはその消費者っていうか、まあ、うちのお客様にとっても、うちの仕立てをやってくれてる人にとってもっていう意味で、まあ、やれることはやっていきたいなと思ってます。はい、まあ、最後にもう一度お願いなんですけど、まあ、この YouTube 見てくれている方で、まあ、いつか仕立て直しとか、お手入れしたいなって思っていて方もぜひ本当にこのタイミングで仕事いただけると助かりますので、よろしくお願いします。で、チャンネル登録とか、まあ、コメント、それからこの動画ももしよかったらシェアしていただいて、1枚でも2枚でも仕事を受けて、なるべくね、こう、うちに関わってくれてる人の、まあ、仕事がなくならないようにしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、最後マスクしよう。ということで、お願いします。バイバーイ。